今日は、ちょっとこれどこだか全然覚えてないんですけど、このサイズ、正方形です。多分、この、まあまあな重量感なんですよ、これ実は。こんなちっちゃいのに。はい。金じゃないですか。まあ多分、この重量感からすると、基本的には多分メモ帳だと思うんですね。そうじゃなきゃ、この重さはなかなか出せない。どんぐらいの重さでしょうね。あ、ちょっと難しい。150g ぐらいじゃないですか。このサイズで 150g 結構あると思うんですよ。違うや、もっとか。お茶碗に 150g のご飯を入れたぐらいの重さ。まず、余計よくわかんないですね。いや、開けます。意外な重量感なんですよ、これは。あ、全然ちょっと綺麗に開かないです。すいません。多分メモ帳じゃないかと思うんですが。あ、全然違う。あー、すげー意外でした。かー。日にち大丈夫かな？結構前なんですけどね。あ、めっちゃ日持ちするや。2022年12月13日まで持ちました。ちょっと、日本特殊闘病でしたね。TOTOの弟さんですか。まあ、もともとむしろこっちなのかな。はい、井村屋の羊羹でした。超意外。まさか羊羹だとは。2022年12月13日まで持ちますので、全然もう、非常食的に常備してあげてもいいんじゃないでしょうか。甘いものがどうしても、みたいなね。小分けになってたりとかしたらいいんですけど、なかなか、ね、切らないとちょっと食べられないパターンですよね、だいたいこういうのはね。あ、災害用伝言ダイヤルとか書いてある。本当にあれですね、非常時用、災害時用ですね。保存用とか書いてあるし、5本入りだ、です。見えます？はい、こんなことになりました。こんな無駄な、このラメ感わかりますか？この美のところがすごいラメってる。何の意味があるんでしょうね。これはじゃあ、あれですね、開けないで、本当に災害時用に、災害避難用リュックとかに入れといた方がいいですね。はい、ではじゃあ、3月27日ですが、3月27日、日本特殊闘病の株価とともに、中身見ていきましょう。はい、日本特殊闘病今日は94円高2544円 3.84% 上昇ということで終わっております。長い足で見てみましょう。週足にしまして1年間こんな形、2年間で見ますとこんな形であります。5年にしますとこんなもんですかね。はい、2015年のチャイナショック前が高かった。で、そこから、ずるずる下げて、これ何でしたっけ？ブレグジットこっちか。だからここでなんか安値つけたっていう、この2016年2月でもなく、その後ずるずる下げていって、そこからまあ戻してきたよっていうところですかね。で、10年ぐらいで見るとこんな形であります。森村グループの一角ですね。名古屋企業というか、愛知企業か。本社は名古屋ですか？あ、名古屋なんですね、今ね。瀬戸の食器ですから、その辺から発祥のところでありますが、要はセラミックを作っている会社です。で、よく、この中で、森村グループの話とかをしてるんですが、もともと陶業、陶器を作るところから始まって、で、森村、なんですか、グループの中で一業一社みたいな考え方があって、で、なんですかね、
新しい分野に乗り出すたびにこう会社を分けてやってきた。で、今なんかあんまりそこまででもなくて結構重なってる分野もあるらしいんですけど、日本陶器というところが作られて、でそこからどこが一番最初にできてるんですかね。東洋陶器というのができたと。そこが一番最初にそのサニタリー、いわゆるそのトイレの便器を作ったってことなんでしょうね、きっとね。これが大正6年にできて、そこが TOTO になりました。で、あと、そこから日本陶器株式会社から、のりたけカンパニーリミテッドですよね。のりたけ、お皿ののりたけが、生まれて。で、そこの兄弟会社的に日本外資も生まれていると。で、日本外資からさらに日本特殊陶業がまた生まれたっていうようなことらしいですね。はい。スパークプラグ部門。だからその、なんかこう、こうなってるところから、こう、火花みたいなやつ出るやつですよね。っていう、ところが、独立したってことですね。だからそれの、もっと大きい部門は日本外資がやっていて、まあ、どっちかっていうと、こう、ちっちゃい、ものを作ってるのが特殊陶業っていうような、そんなイメージですけども、主要の製品、主要製品プラグですね、エンジン用が結構多いんで、その辺がちょっと株価軟調だねみたいな見られ方をする一因なのかもしれないですね、ここ2年ぐらい。あとセンサー、あと半導体用の、LED 用パッケージ、あとイメージセンサー用のパッケージとかですね、あとバイオセラミックス、酸素濃縮装置、あと半導体製造装置用のいろんな部品を作ったりしているところであります、はい、セグメント別で見てみると、自動車関連事業が 85% で、残り 14% ぐらいがテクニカルセラミックスみたいなところなんで、まあ、電子部品みたいなことですかね。自動車関連やっぱね、愛知の企業、名古屋の企業ですから、そういった方に寄っていくっていうのもあるんでしょうけどね。で、地域別の売上なんか結構バランスが良くってですね、北米が 28%、 欧州、ヨーロッパが 26%、 アジアが 19%、 中南米が 10%、 日本が 17% ということで、海外売上高比率83%、高いです。はいということで、世界にネットワークがあるということで、日本特殊陶業とかっていうよりも、なんか NGK みたいな、なんて言うんです、愛称というか通称の方が通ってるのかもしれないです。あとは自動車補修市場における、販路の強みが持ってあったりとかですね、あとは高い技術力あたりがですね、非常に、強みの会社だというところですね。海外39法人21カ国で、国内拠点は33ということであります。この NGK スパークプラグ、日本、なんでしょうね。何の略だっけな。忘れちゃいましたけど、何の略だっけな、NGK。まあいいです。はい。で、その、補修市場におけるその売上高の方が高いんで、こう安定的に、どっちかっていうとストックビジネス、新車向けの売上高が 26%、補修向けが 74% ってことなんで、そのスパークフラグの販売数量で見るとですね。なので、まあ、どっちかっていうと、ストックビジネスの方に近い、メンテナンスとかそういう形で稼いでいるっていうようなイメージなんでしょうね。環境規制が高まっているっていう中で、その、いかに排気ガスのを出さないようにするかみたいなところとか、それを、その酸素の濃度とか、その空気中の汚染ガス、排気ガスの濃度を測るセンサーとか、そんなところ、そういうものを作ったりしています。ということでありまして、なかなか、こう EV 化がちょっと進んでいってしまうと、
というところなんでしょうね。やっぱこの辺は。日本外資とかのと話の時にもそんなとことを言ったと思いますが、完全に電気自動車の時代になってしまった時にどうするかってところはまた考えなきゃいけないんですが、それはそれ、実際電気 EV 化そこまで進んでないんじゃないのっていうところがちょっと明らかになってきたところなので、なかなか量産が難しいっていうのがね、今になって明らかになってるところですね。その辺もちょっと見極めながらですが、今期の想定為替レート108円、このまま105円とかで着地してしまうとちょっと、ね、海外売上高比率高いところですから、その辺の、為替の影響だけあるかもしれない。前期が120円だったんですよね。だからそこからするとまた結構な円高で来てますから、どうしてもこうこの見通しでいくと減益になってしまうっていうところのようであります。ユーロは119円なんで、まあそっちはいいですかね。ちょっと米ドルが心配です。株主還元のところを見ていきましょう。配当成功 30% 以上目標ですね。ここ3年ぐらいは 30% 前後になってます。プラス自社株買い、前期は539万6600株自社株買いしたということであります。配当は、今期予想60円ということですね。で、単元株式100株になってますので、求めやすい形になっています。ここをちょっと1年とかで見て、その前か、ここまで2年にしましょうか。2年で見てですよ。ここまでこう、まあその前からか、その前から緩やかに下がってきていた。まあ特にここなんだと思いますけど、ここの辺でこう、日本株が調子いい中で、上値を全然トライできなかったっていうのが EV の報道の影響だと。で、その後は結局そうでもないんじゃないのっていう、この上昇だったんですね。2018年。に向けて、まあ、そこから、まあ、この相場ですから、ちょっと戻せずにはいますが、どうなりますかねっていうところでしょうかね。で、まあ、お決まりのあれです。四輪車の、新車販売台数予想、今のガソリン自動車の推移とかですね。で、あと、ディーゼル自動車と、ハイブリッドと、プラグインハイブリッドと、で、電気自動車が何台みたいな。これみんな、エンジン周りの部品を作ってるところはですね、この同じ図を持ってくるんですね。どっかが、なんですかね。どっかが、まあ、どっかが作ってるんですけど、IEA が作ってるんだから。なんか、これをみんなで使いましょうみたいな、こう協定でも結んでるんですかね。どこ行っても同じチャート出してくるんですけど、まあ、それ系の企業行ったらもらえますんで、今見てみてください。で、ただそれだけじゃないよっていう、その希望というか期待したいところは、リチウムイオン電池だとあんまりちょっと難しいんですが、全固体電池の場合はセラミックを使いますので、十分この日本特殊陶業が活躍できる場面があるということで、今研究開発を進めているところであります。あとは医療とかで呼気のガスセンサーとか、喘息の方用に、そんなセンサーを作ったりとか、人工骨をセラミックで作ったりとか、そういうのもやってる。で、あと、次世代自動車とした水素電池になった場合、燃料電池ですか、いわゆる。なった場合は、その水素漏れの検知センサーとか、だからリチウムイオン電池でちょっと出遅れてしまったけれども、その先の、電気自動車っていうことであれば、十分、戦えるように先手を打ってあるということですね。で、今三菱とか日立とかとですね、一生懸命、テストを繰り返しているというところであります。あとは何でしょうね。全固体電池
ぱなかなかライバルが多いからなかなか厳しいねっていう、まあトヨタ本体があったりとか村田、まあ村田がやっぱりねセラミックスとかだとライバルなりがちなんですけど、日立造船とか、まあ、TDK とかね、その辺はなかなかライバルになりやすいところですが、セラミックスの技術っていうのはやっぱり高いので、でセラミックスって焼くと曲がってしまうっていうのがあったりするんで、こう電池化が、まあ、難しいところではあるようなんですよ。そこの日本特殊陶器が持っている技術でできるんじゃないかということですね。というようなことでありました。ただいま V6 の岡田くんを、テレビ CM などで起用しておりますということでありますので、いいんじゃないでしょうか。ということでね、そんな日本特殊陶業でありました、はい、まあ周辺見てみますかね。ちょっと半年に戻しまして、兄弟会社日本外資、外資のがちょっときついですね。もうど外資のがどっぷりこうエンジン向けのそのあのフィルターとかそんな話だと思うので、ちょっと弱いんですよね。48円だか1845.27% 上昇ということでありますが、ちょっとその周り京セラよこ弱いですねで結構電子部品がちょっといけてないっていうのはあるんで、京セラがいけてなかったりとか、村田製作所、365円高で 14,362.6% 上昇ですが、まあどこもいけてないって見ると、日本特殊陶業が一番いいんじゃないかっていうくらい、まああのあんまりそこと比べるのもおかしな話なんですけどね、どっちかっていうとね、じゃあ TOTO とか、まあ全体がこうですからね。ここで高値取るってなかなか難しいというところでありますんで。ということで、